カウントダウンパーティー、カウントダウンパーティー、カウントダウンパーティーは、1993年から、毎年12月31日20時から1月1日2時に、かけて、東京ディズニーランドで開催される特別営業の、スペシャルカウントダウンイベント。ここでは、すべての年に共通する事柄を述べる。各年のイベントについては、以下の各年の見出しを参照。1992年まで、 ニューイヤーズイブパーティーとして通常営業の一環として開催されていた。1984年までは2時で閉園していたが、1985年からは昼夜営業となり12月31日の開園8時来1月1日の閉園22時までの合計38時間滞在が可能であった。初めて前売り特別チケットが導入され、以後前売り特別チケットがないと、 カウントダウンパーティーは見れないようになった。1993年の10周年イベントの一環としてカウントダウンパーティーが特別営業としてカテゴライズされ、この年よりカウントダウンパーティーには西暦年が入るという年貢で開催されることになった。パレードインの音楽は翌年の15周年フィナーレイベントカリエンテカリエンテのパレードインでも使われている。また、 この年まで花火打ち上げ時の音楽は、アラジンのホルル・ユア・ワールドであった。以下、使用された楽曲である。1999年から2000年にかけて開催されたカウントダウンパーティは、ミレニアム・カウントダウンパーティという名称だった。年越しまでの5日前、10日前、15日前、20日前、30日前、50日前、100日前、150日前に、 特別な花火が実施され、50日前からは毎日、カウントダウンをしていた。パレードインとパレードアウトの音楽は同じで、オリジナル曲、A New Day。小ーモードの音楽は、映画ファンタジア2000の一部を使用している。この年から花火打ち上げ時の音楽が、アラジンのホールニューイヤーワールドから、ヘラクレスのゴーザディスタンスに変わった。また、カウントダウンパーティー当日以外に初めて、 カウントダウンパレードが実施された年であり、12月26日から30日に、通常の夜のパレードの代わりにカウントダウンパレードが実施され、世紀が変わる2000年から2001年にかけて開催されたカウントダウンパーティーは、ニューセンチュリーカウントダウンパーティーという名称だった。キャッチコピーは、ファンフォーザ 21ST センチュリー。パレードインの音楽は、 TDL グランドオープン、フィフス、テンス、15トン H のアニバーサリーソングが使用された。ショーモードは、シングシングシングから、ミッキーマウスクラブマーチ、パララバージョンまで20世紀の音楽を振り返るという、世紀末にふさわしい内容であった。この年のパレードアウトの曲は2006年まで、継続して、パレードアウトの曲として使われた。 この年も12月26日から30日に通常の夜のパレードの代わりにカウントダウンパレードが実施された。2001年のカウントダウンパーティーの名称はカウントダウンパーティー2002以降、西暦年が4桁表記となる。パレードインの音楽は15周年キャッスル賞ビバマジックで使用されていたミッキー・エス・マジカル・ラントをアレンジしたもの。レインボーカラーがテーマであり。 この年に実施されたイベント、ディズニーパーティーエクスプレスで使用された色とりどりの機関車形状のフロートが大量に使われた。ショーモードではディズニーソングに合わせ踊りやウェーブをして楽しんだ。この年も12月26日から30日に通常の夜のパレードの代わりにカウントダウンパレードが実施された。この年は翌年に20周年を控えているため、 パレードインの曲にグランドオープン、フィフス、テンス、15トンエイチのアニバーサリーソングが一部使用された。この年の未花火打ち上げ時の音楽が、ヘラクレスのゴーザディスタンスでなく、ピノキオの星に願いをが使用された。この年より期間が短縮され12月28日から30日に通常の夜のパレード代わりにカウントダウンパレードが実施されるようになった。 2003年のカウントダウンパーティーの名称はカウントダウンパーティー2004。このイベントが開催された期間はちょうど東京ディズニーランド20周年アニバーサリーイベントが催されていたためこのイベントも20周年の要素を含んだものとなっている。このパレードは2003年に開催されたイベントブレイジングリズムなどに使用されたフロートや2003年から始まった。 ディズニー・ドリームス・オン・パレード2006年330日まで実施のフロートを流用して構成されている。パレード・インの曲は2003年4月15日から9月19日までキャッスル・フォア・コート・ステージで開催されたショー、ミッキーのギフト・をドリームスのテーマ曲として使われたジョイン・ザ・パーティーが使用された。また、ショーモードの途中には20周年のメインテーマ曲であるメイク、 ウィッシュが使用され、ディズニー・ドリームス・オン・パレードの小ーモードで行われているダンスも行われた。この年も12月28日から30日に通常の夜のパレードの代わりにカウントダウンパレードが実施された。この年のパレードは珍しく昼のパレードのフロートが一切使われておらず、炎を出す装置と照明が設置されているカウントダウンパレード用のフロートとブレージングリズムの フロートミで構成されている。パレードインやショーモードの曲、ミッキーの衣装がラテン調で統一されている。この年から花火打ち上げ時の音楽がヘラクレスのゴーザディスタンスからリりじる曲、ライトアップザスカイに変わった。この年も12月28日から30日に通常の夜のパレードの代わりにカウントダウンパレードが実施された。また、 カウントダウンパレード後にミニパレード、サンバ2005や、ブレージングリズム行われた。この年のパレードは、昼のパレード及びカウントダウンパレード専用フロート、ブレージングリズムのフロートで構成されている。なお、カウントダウンパレード専用フロートには炎を出す、装置と照明に加えドラム演奏者が1フロートにつき1人、乗っている。この年も12月28日から30日に、 通常の夜のパレードの代わりにカウントダウンパレードが実施された。この年のパレードインの音楽はディズニーチャンネルオリジナルムービーハイスクールミュージカルの We Are All in This Together。パレードアウトの曲が2001年度より使用されていたものから YMCA などのダンスメドレーに変更された。この年よりカウントダウンパレードは12月28日。 29日に行われる特別営業、カウントダウンプレビューナイトにて実施されることになり、特別パスポートを持っていないと見られなくなった。この年は、来年のエトがネズミ年であり、TDL25 周年であることから1995年のイベント、ミッキーマニアのようなミッキーマウス中心のパレードであった。パレードインとパレードアウトの音楽は、ミッキーマウスクラブマーチ。 ショーモードも、ミッキーマニアの音楽がそのまま用いられたり、かつてのショー、ミッキーマウスクラブで踊られていた、マウスダンスや2000年のスペシャルイベント、クラブディズニー・スーパーダンシングマニアの、ミッキーマウス、クラマーチ、パラパラバージョンを踊ったり、ミッキーマウス中心の内容であった。また、この年のみ、カウントダウン前に、いつも歌われる、ホタルの光の代わりに、ワンマンズドリームの、 ミッキーマウス・アワー・シャイニング・ストアが歌われた。来年が25周年であることに合わせ、25からカウントダウンが行われた。この年も、前年同様、カウントダウンパレードは12月28日、29日に行われる特別営業、カウントダウンプレビューナイトで実施されたため、特別パスポートを持っていないと見られなかった。 25年に一度の巨大パーティーと題して25周年の要素を含んだものになった。今回より特別営業時間中のショースケジュールなどを記したトゥデイが現地配布ではなくチケット送付時に同封されるようになった。この年のパレードインの曲はシークレットアイドルハンナモンタナのプンピ品ンアップザパーティーでありカリフォルニアディズニーランドで行われていたパレード セレブレイト、エーストリートパーティにおいて使用されたバージョンをアレンジしたものである。ミッキーの登場フローとは前年度を踏襲しているが、小ーモード時は最初パートナーズ像前フローに登場し、ホタルの光が唱時にシンデレラ城の塔に登場する。小ーモードはカウントダウンパレード限定のものから1年のイベントを振り返るものへと一新された。2年ぶりにホタルの光が唱が復活し、 パレードアウトは3年ぶりに曲が一新され、この年に復活したアトラクションキャプテン AO 主演のマイケル・ジャクソンが出演しているミュージカ映画ザ・ウィズより A ブランニューデーが使われた。この年のパレードインの曲はカリフォルニアのディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー及びフロリダのディズニー・ハリウッド・スタジオで行われていたパレード・ブロック・パーティー・バッシュの曲をアレンジしたものである。 ミッキーの登場の仕方は2007年度以前に戻り、パートナーズ像を前に停止するフロートに乗ってくる。ショーモードは前年度と同様、1年のイベントを振り返るもの。パレードアウトも前年度と同様。2015年現在、最後にカウントダウンパレードが行われたカウントダウンパーティーである。カウントダウンのスペシャルパレードやスペシャルショーの公演は行われず、新年を祝う。 花火の打ち上げのみ実施される。営業時間なども短縮されている分、パスポート代が大幅に引き下げられ。2010年10月21日にプレスリリースとして発表された2011年度のスケジュールでは、東京ディズニーランドカウントダウンパーティー2012として、新しい都市の幕開けをカウントダウンする盛大なエンターテイメントを行うことが発表されていたが、 2011年6月23日にスペシャルパレードやスペシャルショーの取り留めが発表された。前年度同様、カウントダウンのスペシャルパレードやスペシャルショーの公演は行われない。新年を祝う花火、ニューデイ・ニュードリームスの打ち上げのみ実施される。曲がオリジナル曲、ライトアップザスカイから数々のディズニーソングをメドレーにした新曲、ニューデイ。 ニューードリムスに変更された。年越しは2011年同様、キャラクターは声だけの登場。また、開演から午前2時までは通常とは異なる BGM がパレードルートで流された。前年と違う点はカウントダウン時のレーザー演出が加えられた点。年越しは2011年同様、キャラクターは声だけの登場。前年同様、異なる BGM が パレードルートで流された。前年と違う点は、各時間のスピールやカウントダウン時に少々マッピングを使用。年越しは2011年同様、キャラクターは声だけの登場。前年同様、異なる BGM がパレードルートで流された。前年と違う点は、カウントダウン開始時のミッキーのセリフが一部変わった点。2011年以降は、 東京ディズニーリゾートアンバサダー就任式を特別営業時間帯に行っていたが2014年よりアンバサダーが2年任期となったため2015年は行われなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。